はい、皆さんどうもこんにちは。ハンダ付きライフを応援しています、ノクチです。そして小畑です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日小畑さん、はい、なんか新しい活動されてるちょっと聞いたんですけど、はい、具体的にはどういうことですか？はい、私ですね、普段当然営業をやってるわけなんですけども、はい、その一方で CRM 活動っていうのをやってます。 CRM、 はい、簡単に言うと、はい、カスタマーサポートっていう感じですね。私どもの、はい、ロボットをたくさん使っていただいていると思うんですけども、そうですね、はい、そのお客さんのところの現場に入れていただいて、はい、メンテナンスをさせていただいてます。はい、なるほどなるほど。メンテナンスってたくさんあると思うんですけど、特にどういったそうですね、はい、私ども そのロボットをですね、はい、問題なく使っていただいているかというところのチェックと、はい、そこでいろんなアドバイスをさせていただいてます。はい、今日はちょっとその中で、はい、お客様と一緒にですね、はい、いろんな測定をするわけなんですけども、はいはいはい、その中で非常に便利なメンテナンスに役立つものをですね、はい、ご紹介したいと思います。ちなみにどういったものになりますか？それは、はい、測定器ですね。はいはい、測定器、はい、測定というと小手先の温度とか測りますよね。はいはいはい、それって前からありますよ。これですよね。はいはい。ここを測るやつですね。はい。これのことですか？そうですね。これは、はい、昔からですね、あってたくさん使っていただいてるんですけども、これだけじゃなくてですね、はい、これ以上にいい測定器があるので、こちらの UNI-TESTER。テスター？はい。あ、なるほど。ちょっと違うんですか？そうですね。これは、はい、温度計ですよね。そうですね。はい、でこのユニテスターというのは、はいはい、自動機で使用する場合、小手先温度の自動オフセット機能というのがあります。でこれがとっても便利でして、ぜひご紹介させてください。それではですね、じゃあ今までのじゃあこの小手先の温度計と新しいこのユニテスターどういった差があるのか見せていただけますか？はい、じゃあ実際にやってみましょう。はい、お願いします。小手先にハンダを送ります。小手先の先端にハンダを送ることで安定して温度が測れるようになります。はい、次に温度計のセンサーを小手先に当てます。次に安定した測定ができるように当て方を調整します。はい、設定値が350度でしたので実測値325度になりますので、プラス25度入力する必要があります。はい、ここで設定値と実測値の温度差を合わせ込んでいきます。はい、先ほどオフセットが終わりましたので、そのオフセットがしっかりかかっているか確認していきます。今のが手動でのオフセットの手順ですよね。はい、そうです。はい、じゃあ続いては自動オフセット、はい、やっていただきましょう。はい、はい、します。はい、手作業と自動補正のやり方を見ていただきました。いや、だいぶ手順減りましたね。そうですね、はい、工数も当然なんですけども、はい、他にもいろんな測定ができるんですよ。例えば、漏れ電圧であったり、はい、アース管抵抗だったり、そういったものも小手先の温度以外の測定もできると。規格というか決まってるんですよね。そうですね、はい、やっぱり基準というものがありますので、はいはい、それを超えてくるとやっぱり基板のダメージがあったりとかいうところを、皆さんご存知ではあるんですけども、はい、なかなかまだその細かいところまで見られてないところもあります、ね、それもこれで自動で、はい、あ、そうなんですね。はい、はいはい、で一つ、自動で測定ができるのに加えて、はい、それがまた記録として残すことができますので、いろんなエビデンスというところでも非常に必要になってくるものかなと思います。あとはですね、先ほど手動で温度を測る場合なんかはやっぱりヒーターの近くに人の手が行くわけですけども、自動でロボットの動作でできますと安全にやっていただけることも一つメリットかなというふうに思います。かなり良さそうですね。はい、はい、皆さんこれを使ってみたいとかですね、どんなものなのかもっと詳しく聞きたいっていう方はですね、ぜひ Japan Unix のホームページまでお問い合わせいただければと思います。それではまたお会いしましょう。ではまた。